遺伝子組み換え作物などの教育イベントについて、主催者側の PR 会社が一部の学生に金銭を支払った上で、肯定的なコメントを SNS に投稿させていたことが分かりました。専門家からは疑問の声が上がっています。日本モンサントは今月2日、大学と共催で遺伝子組み換え作物などの教育イベントを行いました。 高校生や大学生ら54人が参加しましたが PR 会社が金銭を支払った学生27人に対し Twitter にイベントに関する肯定的な感想を投稿するよう促していたことが分かりました投稿の中には遺伝子について楽しく学べた遺伝子組み替えって危険なイメージがあったけど変わったなどがありますこうした宣伝手法について日本モンサントと PR 会社は 投稿は学生の意思で業界のガイドラインを遵守しハッシュタグアンバサダーと書かれているため宣伝だと分かるとしていますが投稿時この表記のない書き込みが複数ありました PR 会社は学生側のミスと主張しています遺伝子組み換え食品について政府は安全性が確認できたものに限り流通を認めていますが 内閣府の調査によると減少傾向にあるものの35%が不安を感じると答えていますこうしたテーマの宣伝方法として消費者問題に詳しい弁護士は疑問を呈しています社会を二分するような問題についてこちらがいいよねというふうになんとなく思ってもらうための手法と違法とかいう話ではないんですけどその やっぱ難しい問題をみんなで議論しなければいけない時に簡単にこうどっちかに誘導しようっていうのはみんな不幸なんじゃないかなと思いますけどね。